どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日はメダルゲーム依存症の改善法という話をしていきます。ではいただいた相談内容を読んでいきます。中1の息子、ハマるものはお金がかかるものが多く、最近はメダルゲームです。1000円で楽しく遊んだという感覚より、ギャンブルのようにいくら吸ったなど、機械のせいにしたり、負けると私に当たり切れたりします。親の同伴が必要な時間まで遊び、家族のご飯を作れない日があります。クラブチームを休む時もあります。私はどうすればいいでしょうか、ということですね。はい、ここに書かれているようにね、メダルゲーム以外にもお金がかかるものにハマっているってことなんですね。これ実はある状態になると、こういうお金がかかるものばかりにハマるように子供ってなるんですよ。でこの状態が続いていくと、将来的にねギャンブル依存になったりね、本当悪い方向に行ってしまうんですよね。じゃあどうすればいいかってところを今日はお話ししておきたいと思います。間違った対応するとですね、本当に先ほど言ったみたいに依存がどんどんひどくなって、将来ね、経済的な部分で結構破産したりとかってことにもなりかねないので、ぜひそうなる前にね早めに対応していければと思います。はい、でまず最初にですね、今回、メダルゲームに依存しているってことなんですけど、スマホゲーム依存とかアルコール依存とか買い物依存とか、依存っていろいろありますよね。で実はこれらの原因って、大体同じなんですよ。で何かっていうと2つ主にあってですよ。1つ目が、心が満たされていないっていうことですね。今回多分これが一番の理由かなと思うんですけど、どういうことかっていうと、いわゆる僕のねこの言葉で言うと愛情バロメーターが低いっていうことなんです。要するにお父さんお母さんの愛情が子供にうまく届いていない状態だと思ってください。でこうなると子供はですよ、親の愛情が届いていないわけなのに心が満たされないですよね。で心が満たされないと、その心を代わりのもので満たそうとするんです。でこれがいわゆるスマホゲームとかメダルゲームとか買い物とかね、何か他のものを例えば買う快楽とか、何かに依存するこの気持ちとか、こういうので満たそうとしてしまうんですね。だからこれがまず一つ目の原因として考えられます。であとそれに加えてですよ、きちんとルール決めとかができていないと、これまた同じように依存してしまいますね。っていうのはやっぱ思春期の子供というのはね、まだまだ自立心が弱いので、どうしても親がちゃんとルールを決めてあげないといつまで経ってもやってしまうんですね。今回ご飯を作れない時間までやっているっていう風に書かれていたり、クラブチームを休んでまでやっているっていうのは、明らかにやりすぎですよね。これはお父さんお母さんがきちんとルール決めができていないってところもね原因としてあるかなと思います。はい、なのでじゃあどういうふうに解決していけばいいかっていうと、まずはね愛情バロメーターを上げる、ここからのスタートですね。で要するに子供がお父さんお母さんの愛情をちゃんと感じてくれればですよ、心が満たされるので、そんなに依存しなくてよくなるんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、例えば今回お子さんはメダルゲームが好きなわけです。であればもうまずはその気持ちを理解するためにも一緒にやってあげてください。で本気でこう楽しんであげる、それだけでもね子供としてはね、あお父さんお母さん僕に理解を示してくれているんだなってことが感じるかなと思います。であとはそれ以外にも子供の好きなご飯作ってあげたりとか、あとアドバイスとか否定をせずに話を聞いてあげたりとかね、こういうようなことをすると、結構ね、子供としては心が満たされます。でそれ以外にもですよ、今回ねこの相談を読んでいくと、お子さんはねこう当たって切れたりとかいろいろ書かれていますよね。でもしかしたらですよ、なんかこの家にいるだけでイライラしてしまう家庭っていう可能性もあるんですよ。でそのイライラをぶつけるためにメダルゲームで発散しているみたいだね。でこの場合やっぱ家の居心地を良くするってことも大事ですね。でまずはここからスタートかなと思います。でこの多分ねこの話をすると、もしかしたら相談者さんはね、いやいや道山先生と私はしっかりやっているんですなのにっていうふうに思われるかもしれないんですよ。でもしそういうふうに思われたら、道山家ブログ成果報告っていう風にちょっと調べてみてください。そうすると過去にこのいろいろ試した結果、愛情バロメーターが上がって不登校が解決したとかね、スマホ依存が解決したとか、成績が上がったとか、いろんな方のこの報告が出てくると思うんですけど、それをちょっと読んでみてほしいんですね。そうするとここまでやらないといけないんだってことが理解していただけると思います。大抵ね上がらない方っていうのは、一応ご飯は作ってますよと、でもなかなかね変わらないんですよ子供がとかいう相談結構来るんですけど、それはねご飯を作るだけでは上がらないってことです。もっといろいろやっていかないと、一度下がった愛情バロメーターって上がらないので、これもよかったら見ていただくといいかと思います。はい、でこれがじゃあ上がれば勝手になくなるかっていうと、そんなことはなくて、やっぱりちゃんとここでルール決めをしていかないといけないんですね。というのも現在はお子さんはねこのメダルゲームのせいで
生活が乱れちゃってますよね。ってことはこれ、言ってしまえばなんか麻薬みたいなもんなんですよ、このメダルゲームがね。このメダルゲーム、通称麻薬のせいで子供の人生が台無しになってるっていう風になってますよね。ってことはここでじゃあ子供が麻薬を使っていてそれをほっといていいのかっていうとダメですよね。やっぱそこは親として正してあげないといけないんですよ。だからそのためにもちゃんと関係ができたらもう一回ルールを決め直してください。例えばお小遣いの範囲内でメダルゲームやろうねとか、時間は必ずこの時間までにしようねとか、あとまあクラブチームがね、休んでやってるぐらいなのでそれはちょっとおかしいよねって話をしたりとか、っていうことが大事かなと思います。ただクラブチームに関してはね、そもそも行きたくないっていう可能性もあるので、だったらもう辞めるとか変えるとかね、そういう選択をしていってもいいかと思います。であと、ダメなことはダメっていうこともちゃんと伝えてくださいね。今回負けた時に親に当たるっていうふうに書かれていたんですよ。これダメなことですよね。だからこういう時はイライラする気持ちはわかるけど、ただそれでお母さんに当たるのはおかしいんじゃないのと、もしそれが続くんだったらもう連れてこれないよってことをちゃんと言わないと子供はやりたい放題になるので、ここだけはちゃんと順序をね、決めてきちんと愛情バロメーターを上げて、ある程度言える関係になったらダメなことはダメとちゃんと伝えていく、こういう流れでねやっていただくといいかなと思います。